ベルリンの RBB 放送センターベルリンブランデンブルク放送はドイツの首都ベルリン及びポツダムに本部を置く公共放送局ドイツ公共放送連盟加盟9局の一つでベルリン州とブランデンブルク州を放送対象地域とする前身は1953年に西ベルリンの放送局として設立された自由ベルリン放送及び 旧東ドイツの国営放送であったドイツテレビジョン放送及び DDR ラジオ放送局の解体後1991年に設立されたブランデンブルク東部ドイツ放送である。前者は統一後旧東ベルリンを含んだベルリン市内全域を後者はブランデンブルク州を担当した。SFB はソビエト連邦の影響下に入ったベルリン放送に対抗するために イギリス占領当局が設立した北西ドイツ放送をベルリン市内で中継したのがその始まりである。1953年に SFB として分離された。ドイツ再統一後、SFB がベルリン市内全域を担当するようになった。2003年5月1日に SFB と ORB が合併し、現在の RBB が誕生した。ありがとうございます。